はい、こんにちは、116インズです。今回は選手の移籍関連の話をしていきますが、8月末も近づき、ここのところ選手のリリースやウェーバーでの移籍が少し増えてきた印象ですね。トレードデッドラインは先月過ぎていますので、当然トレードはできないんですけれども、リリース後の FA 契約ですとかウェーバーでの移籍は引き続きできますので、プレーオフ争いをしているチームを中心にシーズン最終盤の戦いに向けて最後の補強をしているという感じです。で、なぜ今なのかということなのですが、8月末までに新しいチームに移籍すれば、そのチームがプレーオフに出場した際にはプレーオフのロースターに登録することができるんですね。9月に入ってから加入した選手は登録することができないので、だから今プレーオフ争いをしているチームが今いろいろと補強に動いているというわけになります。一方で選手を手放す側のチーム、単純に今のチームにフィットしないからという理由もありますが、コンテンダーではないチームがベテラン選手をリリースしたり、ウェーバーにかけたりするケースもそれなりにある印象です。トレードができないので選手を手放したところで見返りは基本的に何もありませんが、ベテラン選手にコンテンダーでプレーするチャンスを与えるチーム側の温情という側面が強いでしょうか。ウェーバーでの移籍が決まれば契約そのものが移籍先のチームに移りますので、手放す側のチームも1ヶ月分くらいの年俸を一応節約できるので、本当の意味で見返りがゼロかといったらそうではないんですけれども、ただまあせいぜい1ヶ月の年俸、ビビたる額ではありますので、基本的にはベテラン選手にコンテンダーでプレーするチャンスを与えるという意味合いの方が強いのかなと思っています。データ重視の MLB のフロントでも意外と人情味ある動きするんだなという気もしますが、ということで少し冒頭長くなってしまったんですけれども、次からはここ最近決まった選手の移籍を今回は見ていきたいと思います。はい、まずはレッズにウェーバーで移籍したアズドゥルバル・カブレラ。今季はダイヤモンドバックスでプレーし、90試合で OPS7 割1分6厘。バッティングのピークは完全に過ぎていますが、ただファースト、セカンド、サードと複数のポジションを守れる点は、ベンチを充実させるという点でもプラスとなりそうですよね。またレッズ打線というか、カブレラと同じポジションのジョイ・ボットとマイク・ムスタカスが特にそうですが、今季左投手を相手に少し成績を落とす傾向にあるようで、で一方でカブレラは移籍前の時点で左投手に対して OPS8 割超え。さすがに左投手が相手だからといって今季復活を遂げたボットを下げるということはしないでしょうが、彼を休ませる日だったり、あるいは左投手が出てくる日のムスタカスの起用を多少減らすということもあるんでしょうかね。レッズは6月くらいから調子を上げ始め、今月ついにパドレスを追い抜いてワイルドカード2枠目に上がってきましたが、まだまだ何が起こるかわからないシーズンラスト1ヶ月の戦いに向けて、弱点を補ういい補強だったと言えるんじゃないでしょうかね。続いてはブルージェイズへの移籍が決まったジャロット・ダイソン。ダイソンといえば2010年代特に中盤のロイヤルズ黄金時代を支えた主力選手というイメージが強いですが、今季5年ぶりにそのロイヤルズに復帰。今月37歳になったということもあり、打撃成績に関しては打率2割2分1厘、 OPS5 割6分7厘と厳しい数字が並んでいますが、ただ自慢のスピードは健在です。スプリントスピードは依然として MLB の平均を上回っていますし、そのスピードを生かした守備力の高さもまた魅力的ですよね。出場機会が決して多いわけではないんですが、今季センターで143イニングプレーして UZR プラス 1.9。 ブルージェイズは今月センターのジョージ・スプリンガーがまたも離脱してしまって、それとともにチームの勢いもかなり落ちてしまった印象ですが、グリチャックのバックアップとしてセンターを守らせたり、あるいは試合終盤僅差のゲームでダイソンをダイソーとして使って1点をもぎ取っていくなんて使い方もできるでしょうか。ゲーム差からしてプレーオフ進出は少々厳しくなってきた印象のブルージェイズですが、9月に巻き返しを図りたいところです。3人目はアストロズに3年ぶりに復帰が決まったマーウィン・ゴンザレス。前の2人とは違い、こちらはマイナー契約ですので、まだ MLB でプレーするかはわからない状況ですが、月末までにアストロズの傘下に入りましたので、アストロズのプレーオフロースターの登録資格は有することとなります。ゴンザレスといえば2017年のアストロズで突如バッティング面で大ブレイクし、それが後にツインズとの契約にもつながった感がありますが、アストロズを退団してからの彼はというと、2017年のバッティングを再現することは未だできていません。今季もレッドソックスで77試合にプレーし、 OPS5 割6分7厘。バッティングに関しては正直あまり期待できなさそうな感じですが、ただゴンザレスは内野の全ポジションに加えて外野も守れたりと、とにかく器用な選手ではありますので、9月に入ってアクティブロースターが今の26人から28人に拡大された暁には、ユーティリティ的な役回りでの活躍はもしかしたらあるかもしれないぐらいですかね。特にアストロズは現状地区優勝に向けてかなりいい立ち位置にいますし、これからは主力選手たちのコンディションをいかにキープするかも重要となってきますので、主力を適宜休ませる際にもゴンザレスの器用さは思った以上に重宝するかもしれません。さてここからはマリナーズに新たに加わった選手たちですが、まずはレッズからウェーバーで移籍してきたショーン・ドゥーリトル。
ドゥーリトルはアスレチックスナショナルズのクローザーとしても長年活躍し、2019年ナショナルズが世界一となった際にもブルペンでフル回転していましたが、しかし昨年は怪我の影響もあって11試合の登板にとどまると、今季も45試合で防御率 4.46 といまいち振るっていません。そういうこともあってレッズもドゥーリトルに見切りをつけたんだと思いますが、ただマリナーズは年間を通してブルペンにまともな左腕がアンソニー・ミセビッチしかおらず、ブルペンの左腕が足りていない状況にありますので、ドゥーリトルを試す価値は大いにあるかと思います。しかも何の偶然かドゥーリトルを獲得した直後にミセビッチが故障者リストに入ってしまいましたので、本当に取っておいてよかったなと思いましたね。移籍後初登板は3安打を打たれながら無失点に抑えるという、早速不安定な部分は露呈してしまったんですけれども、今季成績が決して良くはないものの、左打者引き続き抑えることができていますし、またポストシーズンの経験も非常に豊富な選手ですから、20年ぶりのプレーオフ進出を狙うマリナーズにベテランらしい存在感を見せてくれることに期待したいです。そしてもう一人、マリナーズはマット・アンドリースとも MLB 契約を結んでいます。今季レッドソックスとローテーション候補として1年契約を結んでいましたが、ローテーションに入ることはできず、ブルペンでロングリリーフ要員としてプレーしたものの、防御率は 6.03。 7月に故障者リストに入ってしまい、そこからの復帰と同時にチームからリリースとなってしまいました。アンドリースは速球のスピンレートが割と高めで、おそらくマリナーズは今季マイナー契約からクローザークラスにまで一気にブレイクしたポール・シーウォルド的な要素をこのアンドリースから見出したと思われますが、今季非常に多くのリリーフピッチャーがブレイクしたマリナーズで、アンドリースも同様にその波に乗れるといいですよね。先日行われたロイヤルズとの4連戦でマリナーズデビューを飾りましたが、思ったよりも速球主体のピッチングで相手バッターを押し切ることができていましたし、また配球に関しても高め主体に攻めていく姿勢が伺えましたので、本当にシーウォルドみたいになってくれると面白いですし、またアンドリースの契約はチームオプションもついているようですので、最後の1ヶ月間で結果を残してくれれば来季もマリナーズでプレーするという展開もありそうですね。アンドリースは正直あまり期待していなかったんですけれども、ピッチングを見て思った以上にいいなと感じましたので、個人的に結構楽しみにしている選手です。ということで、ここのところの移籍を見てみましたが、さすがに先月のトレードデッドラインみたいな派手な動きはありませんが、脇を固める動きといいますか、どれも堅実な動きだなという感想を抱きました。今回はすでに移籍が決まった選手たちを取り上げましたが、他にもパイレーツがグレゴリー・ポランコをリリースしたり、オリオールズがマイケル・フランコをリリースしたりという動きもありましたので、もう少し市場にベテラン選手たちが出てくるんじゃないかと個人的に予想しています。8月末8月31日まではものすごく活発に選手が動くということはないとは思いますけれども、まだまだ今回のような動きというところはあるんじゃないでしょうかね。こういった地味な補強が意外と効いてくるなんてこともおそらくあるでしょうから、この時期に移籍が決まった選手たちの9月の働きというところもまた注目して見ていきたいところです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。